こんにちは、かいこんじです。今日はですね、ハンドドリップでコーヒーを楽しんでる方に絶対おすすめのコーヒースケールご紹介したいと思います。現在幕開けでクラウドファンディングのキャンペーンが行われているこちら、はい、ポア X オーラという、スケールなんですけど、これただのスケールじゃないです。まずですね、どんなものかというと、スマホと連携してまるでコーヒー教室に通ってるように、ハンドドリップでの正しい入れ方とかうまい入れ方を教えてくれるドリッパーになります。どうやってそれができるのかというと、このスケール、まあただのスケールじゃないんです。周りが LED で光ります。その光のガイドによってお湯を注ぐペースを教えてくれるんですね。でそれによってちょうどよく上手に、コーヒーが入れられるっていうようなスケールになってます。プロが入れる入れ方を学べるっていうのもあるんですが、自分のお好みの入れ方を記録させて、それをまた再現するなんていう使い方もできたり、プロの入れ方、それから自分の入れ方もそうですけど、レシピをですね、世界中のみんなにシェアしたり、シェアしてもらったりすることができるっていう、今までに全くなかったコーヒースケールになります。面白いですね。まず外観からね、ちょっと見ていきたいんですが、外観、シンプルな、こう丸っぽいデザインなんですけど、つるっとして可愛いですね。四角っぽいスケール多いと思うんですけど、この丸いデザイン、すごく気に入ってます。で、タッチのボタンが2つあって、この辺の操作は後でちょっとお伝えしていきます。裏側見ると、まあ裏こんな感じになってます。豆の引き方、数字が出てくるんですけど、ここにガイドがついてますね。1から9まで、細引き、中引き、粗引きと、まあ大体これぐらいの豆の粗さがこの数字っていうようなガイドですね。はい、まあ見た目はこんな感じなんですよ。真っ黒なんですけど、ライトガイドモードで入れ方をこう学ぶね、モードにすると、この周りが緑とか赤とか白とかに光ってくれます。まあそれも後で見ていきましょう。じゃあ具体的にどんなプロダクトなのか、キャンペーンのページ見ながらザクッと説明していきたいと思います。こちらがポア X オーラの幕開けのキャンペーンのページになってます。もう840万円を超えて 4217% でサクセスしてます。もう残り4日ですね。はい、気になる方はぜひチェックしてみてください。これね、僕も数日使ってますけど、めっちゃいいです。これ本当におすすめです。説明していきましょう。音と光のガイドに従うだけで自宅で堪能できるバリスタ級のこだわりコーヒーということで、もうバリスタが入れた入れ方を忠実にこう学ぶことができるっていうのが、全く新しいこのスケールの発想ですよね。こんなスケールは見たことないです。実は幕開けのキャンペーンが行われる前からこれ知ってたんですけど、海外から輸入しようかなって悩んでたことがあって、ただその時は輸入とか大変だなと思って、国内で買える安価なスケールにしたんですけど、いやその時は輸入できなかったけど、こうしてね使うことができて本当に嬉しいですね。で実際使ってみたら、ライトガイドで学べるとかそういったこと以外にも、ただただスケールとして優秀なんで、これおすすめしたいです。本当に大まかな特徴としてはですね、音とライトでガイドするスマートコーヒースケールであるっていうことと、バリスタ級のコーヒーを自宅で堪能できる、それを再現する機能があるっていうこと、それからアプリと連携して、学習できる、スキルアップできる、で世界中のハンドドリップ愛好家とレシピをシェアしてつながることができるっていうような製品になってます。ハンドドリップしてる人の、まあ、悩みなのかどうかわかんないけど、毎回同じような味にしたいけど味が安定しないっていうような悩みがあったりすると思うんですが、ハンドドリップって本当に結構繊細で、お湯の温度でも豆の引き方でも、それからこの注ぐスピードとか蒸らす時間とか、もちろん天候とか、もう様々な要因によって味が変わるんですよね。このポア X オーラは、まあ豆の種類、豆の引き方、お湯の温度、これを同じにして、あとは入れ方、蒸らしの時間とか注ぎ方のペースとか、そういったのを再現することで味を安定させることができるっていうようなプロダクトですよね。世界中のハンドドリップ愛好家とつながることができるということで、レシピをシェアしてもらったり、こちらがシェアしたりっていうことができます。自分のレシピも、レシピを作るっていうボタンで、まあ、スマホと連携して簡単に自分のお好みの入れ方っていうのを記録することができるんですよ。ってことは、レシピを記録してシェアするだけじゃなくて、自分の入れ方ちょっとずつ変えていって、この入れ方がいいな、あの入れ方が良かったなっていうのを研究することもできますよね。なので自分のお好みのレシピを自分で編み出して、それを再現することもできると思います。音とライトでガイドしてくれるんですけど、これ分かりやすいんで後でやってみますね。ざっくり言うと、白のライトで準備中、緑のライトで注ぎ始めて、赤いライトが点灯したら停止して、また緑がついたら注ぎ始めて、
白のライトで完成になります。このライトガイドは結構直感的にね、わかりやすく表示してくれます。ライトがくるくる回っているときは注ぐで、早く点滅するときは注ぐ量を増やしてくださいってことですね。ゆっくり点滅しだしたら今度はお湯の量を減らす、注ぐのが早すぎるってことですね。この辺も一目瞭然でわかりやすいです。もうデフォルトでプワエクスオーラ本体に3種類のフレーバーモードが搭載されていて、ストロング、バランス、サワーっていう、まあ、3種類なんですけど、本体を操作するだけでライトガイドモードが使えるようになってます。このライトガイドモードは本領発揮するのはスマホと連携して使うときなんですけど、本体だけでも設定しているフレーバーを選んでライトガイドモードを使うこともできます。ちなみにこの3種類のフレーバーモードはですね、バリスタのレシピを取ってきてそれを入れることもできるし、自分で考えたレシピを本体に同期して使うこともできます。3種類は自分で選んでプリセットできます。これもね、便利ですね。スマホ上で自分の作ったレシピをタッチしてスライドしてプリセットに入れるだけで本体と同期することができます。レシピは QR コードでシェアすることができます。そうなんですよね、さっきも言いましたけど、自分だけのこだわりドリップを研究するっていうのにとっても向いてると思います。ドリップ方法をデータ化してデータを使ってガイドができる、面白いですね。ということで実際に使っていってみましょう。じゃあ操作方法を見ていきましょう。丸でも四角でも長押しすれば電源がついてくれます。 0.1g ずつ測れるグラム表示になっていますけど、四角いボタンを2回押すと温数表示に切り替えることもできます。まあ基本はグラムでいいと思うんですけど、単押しするとリセットで 0g になってくれます。これ購入者用のプレゼントのシリコン耐熱パッドなんですけど、これを置いて1回タップしてあげると0リセットできますね。丸ボタンを1回押すとライトガイドモードになります。綺麗に光ってますね、今白くね。星マーク2つありますけど、これがプリセットで入っているフレーバーの種類で、星が2つなので、今バランスになってますね。丸と四角を押すごとに星1つ、星3つと変わってきます。デフォルトでは星3つがサワー、酸っぱいやつ。星2つがバランス。星1つがストロング。まあ苦めのやつになってますね。で、これは自分でプリセットを後で変えることもできます。スマホと連動しなくても、ライトガイドモードはこのように使えます。四角を押せばまたスケールモードに戻って、モードは3種類あるんですよね。このスケールモード、それから丸ボタンを押して始めるライトガイドモード、それからスケールモードから丸四角を同時に押すことでハンドドリップモードに切り替えることができます。この3種類のモードがあります。ハンドドリップモードはこの状態でお湯を入れ始めるとタイマーがスタートしてくれるモードになります。カップを置いてちょっと試してみましょう。ここに注ぎ始めるとタイマーがスタートしてくれます。はい、これが基本的な使い方になります。じゃあ今度はスマートフォンと連携させて使っていってみましょう。使うアプリはポア X ですね。開くとすぐに接続するボタンが出てくるので、これを押すだけで接続できます。ライトガイドモードのデフォルトの3種類、ちょっと今もう1個変えちゃってますけど、星1つがストロング、2つがバランス、3つがサワーになってますが、自分で作ったレシピ、今2つ入ってますけど、これをですね、自分で選んで、星の部分に入れてあげるだけで、簡単に同期することができます。アプリの方をちょっと見ていきましょうね。今これが、ホームなんですが、バランスのレシピを見てみましょう。デフォルトで入ってるのは全部ね、豆の量が 20g になってます。豆と水の比率1対15になってますね。水量が 300ml、 水温92度で、ブリュワーが針を V60 っていう指定になってます。グラインドが5、これはフォア X オーラの裏側の引き目の目安を見てみてください。で、焙煎は中入り、コーヒー豆はパナマ、ケトルまで指定されてます。まあケトルは何でもいいと思うんですけどね。はい、こんな感じでレシピを見ることができます。ちなみに、僕が作ったレシピはこちらになってますね。水量、これ入れ方がね、グラフで細かく載ってますね。豆の量が 24g、 比率が1対 16.5、 水量が 395ml になってます。水温90度とかね。で、ブリュワーが
ケメックス、引き方が5、中入りの豆、オフィスブレンドって書いてありますけど、これは今旅してますけど、旅中に買ったコーヒー屋さんのオフィスブレンドというのを使ってます。ケトルは愛用の山善ケトルで、フレーバーとかこういった好みのノートをメモを残すこともできます。でこの状態で今もう接続されてますから、入れ始めるというのを選択するとライトガイドモードで入れ始めることができます。アプリの方はちょっと日本語変なんですけど、皆さんのお手元に届く頃には日本語を修正されてるそうなので安心してください。左下のレシピを加えるというのを見てみましょう。 QR コードで他の人のレシピをスキャンすることができますね。写真に撮ったスクショした QR コードを選ぶこともできます。一番下、自分なりのレシピを作成するときはレシピを作成というのを押して、豆の量それから水の量を決めて、で入れ始めるとその入れ方を勝手に記録して自分のレシピを作ってくれます。でその後に、どの器具を使ったか、ドリッパーは何だったのかとケトルが何だったのか、で豆の種類とか焙煎具合とかそういったのを選べるようになりますね。引き方とか。じゃあ今回はですね、デフォルトで入ってるこのバランスっていうやつのレシピで入れてみましょうか。ゼロにリセットして豆が 20g、 引きます。このね、電動ミルめっちゃ便利です。普段はねハンドミル使ってますけど、これは主にエスプレッソで細かく豆を引くときに使ってます。まあでも普通にね入れるときもまあ使ってるんでかなり便利です。これもね URL 載せときます。さあということで入れていきましょう。次へ、ライトの見方が書いてありますね。入れ始める、注ぎ始める、注ぎ、緑が点滅するときは注水を多くして、呼吸のようになったときは注ぐ量を減らす。次の段階の3秒前にビーッと知らせてくれます。紫のライトは豆をかき混ぜるっていうことですね。じゃあ始めていきましょう。ちなみに愛用のケトルは山善ケトルです。一度ずつ温度が設定できるのでとってもいいですね。あとこの注ぎ口がコーヒーのドリップにとても向いてます。おすすめです。はい、バッチリ92度で沸きました。注いだら始まります。黄色いラインまで来たら止める。ここで30秒蒸らします。再び注ぎ始めます。もうちょっとゆっくり注げと、こんな風に注ぐ量を教えてくれます。だいたいいいペースですね。ここでまた少し待つ。また入れ始める。結構繊細に指示されますね。250ミリいったんで、あと50ミリ。もうちょっとでおしまいです。ストップ。終わりました。アプリの方で完了を押します。あ、頑張ってください。一緒に美味しいコーヒーを入れよう。類似度が 50%。ちょっと類似度が低かったですけど、このシンクロ率を高めていって、類似度が高まれば高まるほど、その理想の入れ方になるっていうことで、まあまだ改善の余地が僕の入れ方ではあるっていう感じですね。はい。こんな風に入れ方を学ぶことができます。完了。じゃあ飲んでみましょうかね。いただきます。
いい感じです。やっぱね、いつもと入れ方は全然違うんで、まあこれがいい悪いとか美味しい美味しくないっていうのは個人の好みだと思うんですけど、今回とっても美味しく入れることができました。結構僕は自分で入れると、まあ、せっかちなんで、もっともっとね、早くお湯を注いでバーッと落としてたんですけど、まあ、ゆっくり入れればその分苦味とかそういったのが出るし、本当に繊細な入れ方の違いで味が変わるので、こういうのは面白いですよね。ぜひ試してみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。これね、本当に使いやすくておすすめです。現在幕開けでキャンペーンが行われていますが、ストレッチゴールで応援金額が100万円もう達成してるんで、プアエクスオーラを注文するとこの耐熱パッドが全員プレゼントでもらえるみたいです。もうさっき使ってましたけどね、耐熱パッドはここに敷いてプアエクスオーラが傷つくのを防いでくれるっていうやつですね。これがあると便利で、裏見るとペーパーフィルターの折り方ガイドがついてます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いや、コーヒーはね本当に奥が深いと思います。同じ入れ方をしても豆が違えば味も全然違うし、豆が同じでも挽き方とか入れ方とかお湯の温度とかもう様々な要因で味が変わるんですよね。そこがコーヒーのね面白いところだと思うんですけど、まあ、そんなハンドドリップ度を極めたい方は絶対に持っておきたいポアエックスオーラご紹介しました。またこういったクラウドファンディングのワクワクするようなガジェットあればご紹介していきますんで、ぜひチャンネル登録して次回以降も見てください。 Twitter、Instagram も最近ちょこちょこ更新してるんで、よかったらフォローしてください。さよなら。